新海駅は、高知県上市と佐山田町東川に所在する四国旅客鉄道土産線の駅である。駅番号は D36。スイッチバック式駅となっている。標高274メートル。下り列車は、急な下り勾配が続く本線から一線が、左側に分岐して、水平の引き上線に入り、そこで、 進行方向を変え本線を横切って一面一線のホームに入る。発車時は再び進行方向を変え、本線へ進む。上り列車は、上り勾配の本線から左側に分岐して、水平のホームに入り、発車時は更新し、本線を横切って引き上線に入った後改めて前進する。ホームよび引き上線の終端側には、後方の信号の中継信号が設けられ、 車掌が乗務している場合は最後尾に乗った車掌と連絡を取りつつ更新する。ワンマン運転の場合は、運転士は進行方向を変えることに前方となる運転台へ移動する。ホームは半両分のみかさ上げされており、上下列車とも高松方のドアで乗降両方を取り扱う。駅舎は開業以来のものをリニューアルして使用している。九百七十年に、 無人駅となった。その後しばらくは、駅前の商店で乗車券を発売する簡易委託駅だったが1987年頃、商店閉店に伴い委託廃止している。また土産線には、この駅ともう一つ、つぼじ駅がスイッチバック式駅である。しかし、つぼじ駅と違い、新海駅はホームが本線に沿っていないため、本線から駅は見づらい。 トイレは封鎖され使用できなくなっている。土佐山田町、東川及び平山地区の通学生と高齢者が主体であるが、2019年度の1日平均乗降人員は0人である。新海地区は新海駅より約5キロメートルほど下流に位置しており、当地区住民はかつては土佐電鉄バスを利用していたが、2005年9月30日をもって、 新海線の路線バスは廃止された。2009年4月1日より、上市によるコミュニティバスが、茂島地区と土佐山田駅の間で1年間の試験運行を開始。2010年以降も、上市 A バスとして運行継続している。当駅もよりは、平山地区内に所在する、朝倉商店前、平山停留所。停留所へは当駅より、徒歩。 約20分のところに位置する。2020年2月13日現在の運行ダイヤでは平日のみ1日4.5往復運行されている。駅前風景あたり駅の所在する東川地区の周辺は3方が急峻な山に閉ざされているため一見何もないが、駅前の高知県道253号、新海停車場線を道なりにートル下ると、上市と佐山田町。 平山の集落へ至る。その平山地区の入り口には、球状ダムがあり、ダムから、平山浸水公園の周辺にかけて、春には、約600本のソメイヨシノが咲き誇り市内でも知る、一つを知る桜の名所となっている。ありがとうございます。